ご視聴ありがとうございます。ワオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ四国縦断編、いよいよこの生口島を離れて一気に高知市内に向かいます。正直なところ一言で説明が済む内容かもしれませんが、映像を通してより理解を深めていただきたいと願っています。それではタクシーでバス乗り場に向かいます。チェックアウトが終わりまして、瀬戸田港にいます。タクシー会社の方とはここで待ち合わせをすることになっています。あと11分後にタクシーが来ます。タクシーの運転手さんにお世話になって、瀬戸田パーキングエリアの近くまで来ました。ちなみにこちらが今治方面なんだそうです。瀬戸田パーキングエリアのバス乗り場、この先です。パーキングエリアからもかなりいい景色が見られるそうなので、ご期待ください。瀬戸田パーキングエリアのバス乗り場に到着しました。時刻表を見ると、次のバスは9時47分、29分程度で行きます。予定通り、このバス停から今治市内に入ります。ただし、暑さをしのげるような場所がないので、夏場の暑い時期は水分補給とか日陰の場所を探したいですとか、そういった工夫が必要になると感じました。自動販売機のコーナーで一服入れてまた戻ってきました。もう間もなく高速バスが瀬戸田パーキングエリアにやってきます。瀬戸田パーキングエリア出発しました。現在、忠郎橋通過中です。あちらに見えるのが大三島です。しまなみライナーなんですが、座席こんな感じになっています。現在大三島バスターミナルだそうです。大三島については四国縦断編の最終盤で足を運ぶのでとても楽しみです。あと大三島で降りる方多いみたいなので席に空きができています。今治まで行く方は多くないのかもしれません。今度は上浦バスストップに停まります。今治までは残り29キロ。今後立ち寄る島ですが、博多島、大島、そして今治という順番になっています。博多島のバスストップです。言い忘れていたんですけれど、しまなみライナーを含めしまなみ海道を運行しているバスは福山駅が出発地です。福山から自転車もオートバイもしんどいって思われた時にバスという選択肢を思い出していただければと思います。というわけで再び高速道路を走って西南の方角へ進んでいきます。次通
過する橋は博多大島大橋。今通過してますね。周囲の風景はこれが進行方向左側、進行方向右側はこんな感じ。現在来島海峡第一大橋を通過中。今治がだいぶ近づいてきました。車窓の左側、大きな町が見えます。あれが今治なんでしょうか。ついに今治駅に着きます。今治北インターチェンジに入りました。ここから今治駅前までそれほど時間はかからないと思います。出発から50分、今治駅前のバスターミナルやってきました。バスの停留所、割とシンプルな感じになってます。ここからは鉄道による旅が始まります。他のバスが来ちゃったので場所を変えます。到着予定時刻午後6時ですが、18切符を使って高知市内目指したいと思います。今治駅に来ました。今治駅の周辺はご覧のようになっております。結構大きな町です。この今治駅から徒歩数分圏内に今治城もありまして、お城がすぐ近くにあることがわかるものがこの石垣です。今治城の写真もありまして、それがこちらです。今治城、今治港にも近くて、まるで三原城のように海に浮かぶ浮城といった佇まいのお城になってるんだそうです。それでは今治駅の構内に入ります。これから乗る予算線の列車、11時7分に今治を出発するワンマンカー多度津行きです。3番乗り場だそうです。早速向かおうと思います。18切符の確認をしていただいて3番線乗り場に向かっております。3番線乗り場はこちらです。エスカレーターもあります。登っていく方だ、やった。もうすでに来ているでしょうか。多度津行き来てますね。乗れる状態にあるみたいです。じゃあ乗ってしまいましょう。帝国通り今治駅出発です。ワンマンカーの座席はこのように紫が高級感を引き立てるような対面式の座席になっています。伊予富田という駅を出発して、生まれ育ったふるさとを思い出させるような風景が広がってます。伊予桜井という駅に着きました。個人的な事情で大変申し訳ないのですが、前日炎天下の中かなりの距離を徒歩で移動して、その後自転車も漕いでますので軽い脱水症状に陥って、固形物を今朝から何も口にしておりません。多度津の乗り換え時間それほど長くないので、夕方近くに到着するであろう阿波池田駅でコンビニを探して軽食を取りたいと思っています。
市駅に着きました。ここはもう今治ではなく西条市の車窓から見える伊予三好駅、こんな感じです。伊予三好駅出発しました。もう一回確認し直したところ、多度津駅到着は午後1時頃、かなり距離がありますね。最上位に到着です。ここは3番ホームの松山行きの列車が停車中です。今更ながらですけれど、後部車両は回送車両になっていて乗ることはできないことになってます。両西上駅出発です。次は新居浜だそうです。アニメファンであればきっと新居浜という町の名前に聞き覚えがあるはず。そう、超人気声優さんの生まれた町です。新居浜優先しました。2番ホーム、3番ホーム、こんな感じです。という間に新居浜駅出発します。さっき焦らしましたが、新居浜は超人気声優で歌手でもある水木奈々さんの生まれ故郷です。ちょっと隠れファンだったりします。もちろん今回の旅行シリーズの後編でしっかり散策しますので、楽しみにしていてください。気がついたら香川県内に入ってまして、次の停車駅、観音寺駅だそうです。観音寺駅の方に近づきつつあります。このワンマンカーにあと49分乗り続けないといけないと思います。観音寺駅到着です。びっくりです。観音寺駅で13時18分まで停車するそうです。しかしポジティブに考えればこれは絶好の機会。せっかく18分も停車時間があるので、駅の近くにコンビニがないかなと思って一旦降りてみました。あと15分あります。今回の旅行動画楽しんでいただけましたか？本作で発生した経費は交通費のみで、その総額は 15,620 円でした。旅行映像シリーズ四国縦断編、次回は高知への旅後編を配信します。最後までご視聴ありがとうございました。